イギリス突入。ヨーロッパ全各国をキャンピングカーで巡る世界初の挑戦。フェリーでドーバー海峡を渡り、19カ国目となるイギリスに上陸しました。全面の白い崖がすげえ綺麗。真っ白。情熱を持ってイギリスに来て、でなんかこんな国好きじゃないわと思ってもう来ないようになって、もう久々に来たかな。何年ぶりぐらいですか？イギリスは7年ぶりぐらいじゃない？おー、全然来てなかったです。ゲートサービスってどういう意味？さーて、おー、キャラバンも止まってる。まあちっちゃいけど、しゃあない。8月22日朝、イギリスですね。イギリス入って割とすぐらへんのちょっと小さなサービスエリアで今日は一泊することにします。はい、みんな疲れてるんで、今からぐっすり休みます。おはようございます。イギリス初朝飯、寂しいっつうかも、昼飯やけど朝に着いたんでね。焼きそばです。お、やってるやってる、出る日本の体操。で、明日の早朝に俺をあの空港に送ってもらって、はい、でそのまま支店に上がってもらって、アイルランド行くフェリーも明日ですか？違う違う、そんな間に合わへん間に合わへん間に合わへん、あの25日、25、あ、わかりました。すごく料理とか美味しいねんけどなんでやねん。そうやね、なんかでも僕のもう一つの音楽人生のさ、一つのジャンルかな、テンペイトって。僕もいろいろやってるけど、本当にここでやるっていうのは、うん、全く異質でありながら共感も覚えてしまうからここまでついてるんだなって思います。僕も毎回クリスマスコンサートツアーとか、うん、秘境ツアーに誘ったり、まあ、個人的にしてますから、なんか吉谷さんとコラボすることの喜びがあるんでしょうね、うん、今回も読んだり、僕なんか今回も呼ばれてしまったなみたいなところです。すごく光栄なことで、あの基本吉田さん受け身じゃないですか。僕基本的に立ち上げ人じゃないですか。だから必然的にそうなりますよ。僕がなんか勝手に動いてて吉田さんぐいぐい引っ張ってみたいな。なんか牧場にいる、うん、あの人と。それは例えばゴスペルプロジェクトとかは自分で立ち上げてやってるからね。あ、まあ、それは自分でやってんだけど、うん、このもう乗っかり具合っていうか、こうやって乗っかっとる感じかな。超絶乗っかってる、ね、なかなか重いんですけどね。の今のカットね。で歌がうまいっていうのは、まあ、もちろんなんですけど、楽器がうまいとか素晴らしいとか以前にやっぱり人としてこう生きてて楽しい、うん、やってて楽しい、そういうことがあってこそ音楽 まあ、やってて幸せ感じれると思ってるね。だから人として好きか、まあ、そこも大事ですね、うん、人として120点、うん、
音楽家として70点。おお。嘘。嘘やから。点数なんかどうでもいいですよ。僕多分ね、音楽家として確か70点やってます。嘘嘘。まあ聞いてください。ステージで発揮した時は120点ですよ。そういうこと。いや、そうでもない。全部落とすから、ね。いや、もう100点っす。ありがとう。もうすべてひっくるめて100点。名よ。体重ね。体重乗せてらしいよ。まあでも40年生きてきて、吉谷さんみたいな人ね、唯一無二ですからね。でもほんまに人生における友達って5人いたら多いんじゃないですか。そんなもんですよね。大切な存在と。そうですね、だいたい5人、8人とかなんかそんぐらい、うんうん、で、僕と出会えて嬉しいって話ですか。そうですね。そういうことらしいです、それで落ちました。それが言いたかったみたいですね。うちの親方はですね、はい、玉ねぎを同じ空間で切ると感動して泣いちゃうんですよ。なんで毎回玉ねぎを担当で外で切ります。なるほどね、2倍の水の量で。そう、ありがとう、いただきます。いただきます、うん、朝3時半。はい、はい、僕だけ今から、フランスに飛びます、トゥールーズ。その間みんなはイギリスの西側に、移動してフェリー乗って、はいはい、ほんでアイルランドダブリンね。いや全く寝てないので、朝5時、はい、チェックイン終わって中で寝ようかな。うわでも混んでんのこの時間で。行ってまいります。じゃあまた。